グリーンスポットでのハーブガーデン紹介です。5月中旬になってかなり暖かくなり、ガーデンの木々がこう茂ってきています。作業の休憩時間はこの木陰でいつも、休むようにしています。でガーデンの花たちもいろいろ咲き終わった株が出てきて、この前まで満開だったローズマリーの花がもう今は咲き終わってきました。そういった終わった花の花柄を摘んでやると株が元気になるんで、今はその作業をしてやっています。今日はそのローズマリーの花柄摘みの様子を、紹介します。これですね、トスカナブルー、花がいっぱいついたんですけどね、これこの後こんななってますね。これトスカナブルーは特に花つきがいいんでね、こんななってしまうから、これしごいてくださいね。こうやって種をつけると嫌がるんでね、花咲かしてこの状態やったらスーッとこう取れますから、こうやってポロポロ落ちるでしょ。こんな感じで、あんまりきつくやらないでね、こう全体にこうやってくださいね。ポロポロ落ちますから、できたらこんなんも取ってもらったらいいんですけどね。こうやって取れたら取ってくださいね。これ葉っぱを取らないようにこうやってできるだけこう綺麗に、この程度でもよろしいからね、取ってください。こんな感じ。